ネワール族は主にネパールのカトマンズ盆地一帯に居住する民族。ネパールでは人口で5.48%、6番目の民族である。主要言語はチベットビルマゴ派のネワール語。パターンのネワール建築ネワール族はその長い歴史から高度な都市文明を形成している。カトマンズ盆地での居住は約3世紀から4世紀だと言われている。 有名な神話の中では、カトマンズ盆地はかつて大きな湖であり、文殊菩薩が聖なる剣で周囲の産地を切り開きこの水を外に流し、ネワール族が居住できるようになったという。近年この地で故障跡が発見され、また盆地自体が非常に肥沃なことなどからも、地学的にもこの神話がある程度の事実を示しているとも考えられている。 ネワール族の記録は4世紀のリッチャビ朝から始まる。9世紀のデーバ朝を経て、12世紀から18世紀にかけてネワール族のマッラ朝が成立すると、カトマンズ盆地にネワール文化が開花する。ネワールの文字であるネパールバッサ文字は少なくとも1200年以上前からあったと考えられ、901年の2段書や1173年のサンク村の バジラヨギニ寺院の石板などからも見られる。1768年、隣国のゴルカ町のプリトビナライアンシャファがこの地を占拠したことにより、ネワールズクのこの地の支配が終わるが、その後も商人や管理として、宮廷内などで影響力を維持した。ネワール族は高度な文字文化を維持し、農業、商業、教育、行政から、医療、放送、宗教、建築、美術、 文学の幅広い分野で多く活躍している。ネワール建築については、アジアの仏塔建築に大きな影響を与えている。ネワール族の木彫技術や金属工芸も世界的に有名である。カトマンズ、パタン、バクタプルの美しい寺院や、王宮の建築は主にネワール族の建築家、芸術家によるものである。ネワール族の宗教は仏教及びヒンドゥー教である。 従来仏教を信仰していたが、長年のサンスクリット化により独自に融和したと考えられている。ネワール族は独自の職業カーストにより身分制度があり、性によりカーストが分かる仕組みになっている。ネワール族は音楽、舞踊、豪華な食事を楽しむことで知られている。伝承、伝統的な楽器を持った学士がおり、伝統的なラブソングや仮面をつけた舞踊、 コミカルな演劇などもある。特に結婚式では、様々な種類の肉、野菜、果物が、カレーやヨーグルト、スープ、ベーとビールなどとともに振る舞われる。年間を通じて様々な年中行事が行われる。ヒンドゥー教の祭日、仏教の祭日、収穫期と関連付けられている。例えばネワール族にとって、最も重要な祭日は、 軍フプニと呼ばれる9日間の収穫祭である。この間、国ルのワンを飲み、高層からの祝福を受け、田畑のカエルに餌を与える。二日目には、その年に肉親を亡くした人々が牛に噴して、町内を練り歩き、個人の冥福を祈る。最終日が、ビシュヌ人の生まれ変わりであるクリシュナ人の誕生日である。ヤンヤプニは、ヒンドゥーの天国を司る、インドラ神の祭りである。 陽神と言われる祭り柱を立て、ビールや酒が湧き出す。大きな仮面で表されるアカシュバイラブ神を祀る。カトマンドゥ近辺の家庭では、インドラ神とバイラブ神の絵、または像を飾る。最後にクマリという、諸女神が、雨の神である、インドラ神に感謝し、こもっていた車を出て、カトマンドゥの通りをカゴに乗って巡回する。多くの祭礼が誕生、奥居染め、幼少期、 思春期、結婚、老化、死亡までの人生の節目に関連しており、非常に複雑な性質がある。例えば、生理は不条のものとされているため、ネワール族の少女は所長を迎えると、12日間のすべての男性から離れ、日光の入らない部屋で女性の親族だけと過ごすという、バーラ祭礼を経験する。 ネワール族の人々が長生きした場合、77歳から106歳の間にン句と言われる5つの祭礼を行う。77歳7ヶ月と7日、83歳4ヶ月と4日、88歳8ヶ月と8日、99歳9ヶ月と9日、最後に105歳8ヶ月と8日に行う。これらすべてを経験するとその人は神として扱われる。 通常夫に合わせて祭礼が行われるので妻も共に祭礼を行う。その後葬式を最後の祭礼として行う。ありがとうございます。